線線計画のののつでで九州旅客鉄道の高速鉄道道高速路線及びその列車である鹿児島ルートと西九州ルートがあるが、両ルートとも法令上の名称は単に九州新幹線である。鹿児島ルートは全区間を独立行政法人鉄道建設、運輸施設整備支援機構が建設し、JR 九州がこれを借り受けて運営している。 西九州ルートも同じ運営方式が予定されている。鹿児島ルートは博多鹿児島中央間を結ぶ新幹線企画の路線である。2004年に新八代鹿児島中央間が開業しており、2011年3月12日には博多までの全線が開業した。営業場は単に九州新幹線として案内されている。 八百系を使用した九州新幹線内のツバメ、桜のほか、新たに導入された n 七百0 k 7 0 0 0零0 0番台による桜、水穂が山陽新幹線経由で新大阪駅まで乗り入れている。二千十九年三月十六日改正時点では、水穂は新大阪鹿児島中央間を最速三時間四十一分、新大阪熊本間を 最速2時間57分で運転している。博多熊本間は最速32分、博多鹿児島中央間は最速で1時間16分である。開業以来、東京駅に直通する営業列車が設定されていない。東京駅からの列車は博多駅までの運転で、九州新幹線には乗り入れない。鹿児島中央駅からの列車は新大阪駅までの運転で、 東海道新幹線には乗り入れない。西九州ルートは、博多長崎間を結ぶ路線である。2008年に、竹雄温泉諫早間が、新幹線鉄道企画新線で着工されたが、2012年に、諫早長崎間が、標準基新線で着工され、竹雄温泉諫早間も、標準基新線で建設する方向となった。1973年に、 新幹線整備計画が発表された時点では、九州新幹線長崎ルートという名称を用いていたが、2005年10月に沿線自治体である長崎県と佐賀県が独自に九州新幹線西九州ルートへと名称を変更した。建設に難色を示す佐賀県への配慮に基づくもので、JR 九州も自主的にこれに対応した。 建設を行う、鉄道建設、運輸施設整備支援機構も2016年の時点で、西九州ルート表記を用いているほか、2019年時点では、政府も九州新幹線を使用している。ニュースサイトの見出しについては、発行元の判断により、複数の表記が見受けられる。公共放送局である日本放送協会は、 新幹線整備計画発表当時の九州新幹線、長崎ルート、地元紙の長崎新聞や佐賀新聞は新幹線長崎ルートという表記を主に採用している。全国市やブロック市では長崎新幹線、長崎ルート、九州新幹線などの表記が用いられる。フリーゲージトレインでの運行を予定していたが実用化は難航し、2022年秋に 博多竹温泉間の在来線特急と竹温泉長崎間の新幹線を乗り継ぐリレー方式で暫定開業が予定されている。フリーゲージトレインの導入は2018年7月19日に正式に断念したと与党検討委員会が表明している。2025年度に予定されていたフリーゲージトレインが導入されれば鹿児島ルートと共用の新幹線 在来線、長崎ルート新幹線と、期間の異なる3つの区間を通して運転することができるようになる。山陽新幹線への乗り入れについては、長崎県は新大阪までの直通運転を目指しているものの、2008年に、当時の JR 西日本社長、山崎正夫が、フリーゲージトレインの山陽新幹線乗り入れについて、難色を示している。 フリーゲージトレインの断念を受け、JR 九州は2020年、竹温泉長崎間に投入する車両と、運行する列車名について、それぞれ N700S6 両編成を投入し、愛称は、カモメとして運行することを発表した。また続くリリースでは2022年秋に、新幹線新駅二つ、在来線新駅二つと合わせて開業する予定である。 ことも発表された。2021年4月28日、JR 九州は2022年秋頃に暫定開業が予定されている、竹温泉長崎間の路線名称を西九州新幹線に決定したことを発表した。整備計画上の路線名と実際の路線名の関係は、下表の通り。九州新幹線の内福岡市。 長崎市の区間は1972年12月12日、全国新幹線鉄道整備法第4条第1項の規定による建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画により告示された。その後、1973年11月13日に、東北新幹線、北海道新幹線、北陸新幹線、 九州新幹線とともに整備計画が決定された。この整備計画において、現在の九州新幹線は主要な経過地として、佐賀市付近、その他、九州新幹線と筑紫平野で分岐するものとし、福岡市、分岐転換は共用するとされた。1985年に、国鉄は、博多長崎間のルートを公表した。1987年、 JR 九州は、廃棄経由では、全額公的負担で整備しても、収支改善効果は現れないとの意見表明を行った。その後、1992年2月に、JR 九州は、長崎本線肥前山口諫早間の経営分離を前提に、構造物は新幹線規格で建設するが、機関は在来線と同じ境地で整備する。 新幹線鉄道企画新線での収支試算結果を公表した。同年6月には短絡ルートの通過地点となる佐賀県嬉野町が九州新幹線長崎ルート嬉野温泉駅設置に関する陳情を提出した。一方、新幹線の恩恵を受けにくく長崎本線が並行在来線として JR 九州から経営分離されることを懸念した。 有明海沿いの鹿島市、広北町、福富町、白石町、有明町、塩田町、嬉野町、田良町が JR 長崎本線経営分離に関する要望書を提出し、長崎本線の比前山口駅諫早駅を経営分離の対象にしないことを求めた。同年8月には、港北町が、港北町、九州新幹線長崎ルートの申請備案の 早期実現と、JR 肥前山口駅への停車についての陳情書を提出し、長崎本線、佐世保線の分岐駅である肥前山口駅を停車駅にするよう求めた。1998年1月21日の政府、与党整備新幹線検討委員会における検討結果において、その他の区間として、及び、九州新幹線竹温泉、 新大村間については、需要予測や収支採算性の見通し等の基本条件の確認作業を行うにあたって必要となる駅、ルート公表を速やかに行い、引き続き環境影響評価に着手するとともに、及び九州新幹線長崎駅における駅部調査を開始するとされた。同年2月3日に日本鉄道建設公団は、 武尾温泉から新大村間の駅、ルートを公表した。2000年12月18日の整備新幹線の取り扱いについて、政府、与党申し合わせの中で、九州新幹線については、鹿児島ルートの全線を、古化し、今後おおむね12年後の完成を目指す、交通結節点として新都市駅の整備を行うこと、長崎ルートの武尾温泉長崎間は、 環境影響評価終了後工事実施計画の認可申請を行うことが示された。2002年1月8日に日本鉄道建設公団が竹雄温泉から新大村間及び新大村長崎間の環境影響評価書を佐賀県知事へ提出し、同日に竹雄温泉長崎間の工事実施計画をスーパー特急方式で認可申請した。 比ゼ山口駅、比ゼ鹿島駅を上下分離方式により、JR 九州が運営することや長崎県の応分の負担といった提案などの状況変化を踏まえ、2004年12月9日に、佐賀県知事は、並行在来線の経営分離は、やむを得ないとの判断を、表明、12月16日に、整備新幹線の取扱いについて、政府、与党申し合わせが公表された。 この中で、九州新幹線については、並行在来線区間の運営のあり方については、長崎県の協力を得ながら、佐賀県において、検討を行うこととし、速やかに結論を出すこととする。調整が整った場合には、着工する。その際、機関可変電車方式による整備を目指す。長崎駅部の調査を行うとされた。この時点では、 佐賀県内のすべての沿線自治体からの同意が得られているわけではなかった。九州新幹線には平成17年度から毎年度10億円の予算が計上されていたが着工の条件である並行在来線の経営分離の同意が得られていなかったため着工には至っていなかった。その後2005年12月に白石町が2006年2月に田良町 同年3月に、江北町が、並行在来線の経営分離に同意した。2007年12月16日に、佐賀県、長崎県、JR 九州の3社は、JR 九州は、非前山口駅、諏早駅の全区間を、経営分離せず、上下分離方式により新幹線開業後20年間運行を、維持する。JR 九州は、 線路等の設備の修繕を行った上で、佐賀県、長崎県に14億円で資産上等を行う。という合意に達した。これにより2008年3月5日に、政府、与党ワーキンググループにおいて、着工の基本条件が満たされたことが確認された。これを受けて3月19日に、鉄道、運輸機構は、九州新幹線西九州ルートの工事、 実施計画を認可申請3月26日に暫定整備認可された。同年4月28日には起工式が行われた。2011年12月26日に整備新幹線の取扱いについてが公表され、九州新幹線竹尾温泉長崎間については想定完成、開業時期を竹尾温泉長崎間を一体として、いはや、 長崎間の着工から、おおむね10年ごとし、現在建設中の竹尾温泉、伊佐早間と、新たな区間である伊佐早、長崎間を、一体的な事業として扱い、基幹化変電車方式により整備する。という方針が示された。その後、2012年6月12日に、九州新幹線竹尾温泉、長崎間の認可申請が行われ、6月29日に、 認可された。2014年10月からフリーゲージトレインの3モード耐久走行試験が開始されたが約3万キロメートル走行した時点で不具合が発生し12月に試験が一時休止された。2015年1月14日に整備新幹線の取り扱いについてが公表され整備新幹線の新規開業区間の貸付料収入を財源に 北海道新幹線、北陸新幹線、及び九州新幹線の完成、開業時期を前倒しする方針が示された。この中で九州新幹線はフリーゲージトレインの技術開発を推進し、完成、開業時期を平成34年度から可能な限り前倒しする。とされた。しかし、フリーゲージトレインの開発方針が不透明となったことから、 2016年3月29日の与党、整備新幹線 PT 検討委員会、国土交通省、鉄道、運輸機構、長崎県、佐賀県、JR 九州の6社による九州新幹線の開業のあり方にかかる合意が発表された。この合意では、竹尾温泉長崎間が完成する2022年度に、この区間に、フル企画車両を投入し、 博多竹温泉間を走行する在来線特急との対面乗り換え方式により開業すること。およびこれに関わる施設は整備新幹線スキームで整備すること。佐世保線肥前山口竹温泉間の複線化事業を整備新幹線スキームで段階的に行い、2022年度の開業時までに大町、高橋間の複線化を行うことなどが示された。 2017年7月25日、JR 九州の青柳俊敏彦社長は、フリーゲージトレインによる運営は困難だとして、長崎新幹線へのフリーゲージトレイン導入を断念すると発表。一般の新幹線より、車両関連費が2倍前後かかり、全面導入すれば、JR にとっては、年間約50億円の負担増につながると、試算されたため、前提である。 収支採算性が成り立たないとしまた安全性も、まだ確立できていない状態であることを理由に述べた。同時に、博多長崎間の全線フル企画での整備を求める考えも示した。上述のように、フリーゲージトレインの採用が断念されたことを受けて、竹温泉移動の整備方式について、再検討が行われているが、利便性、速達性が向上するとして、 フル規格による整備を求める長崎県と、時間短縮効果がほとんどないにもかかわらず多額の負担を要求されるため、県内のフル規格整備に反対する佐賀県との間で対立が生じている。2018年3月30日、国土交通省は同日開催された、与党整備新幹線建設推進プロジェクトチーム、九州新幹線検討委員会にて、 九州新幹線の整備のあり方についてを報告すると同時に対面乗り換え開業時 FGT ミニ新幹線全線フル企画の場合の所要時間の試算をそれぞれ公表したこの比較案をもとに佐賀県は全線フル企画で整備した場合の負担額について独自に試算国の交付金措置等を考慮しない歳出予算ベースで約2400億円と 佐賀県よりも利便性が向上する長崎県の負担割合を上回り、ルール通りであれば、佐賀県の負担が大きすぎるとの見解を示した。佐賀県の試算に対し、与党プロジェクトチームでは、佐賀県の求める追加負担ゼロは、現実的ではないとしつつ、JR 九州との貸し付料交渉と、長崎県による協力により、 佐賀県の費用負担をどれだけ減らせるか検討した上で、佐賀県に提案する予定であるとしている。2018年7月19日に行われた、与党整備新幹線建設推進プロジェクトチーム、九州新幹線検討委員会の会合で、フリーゲージトレインの導入を正式断念する。一方で、2018年夏までに、一定の結論を出すとしていた、前線フル企画か、 ミニ新幹線方式化の整備方法決定について、佐賀県の財政面での見解を受けて、結論を先送りすることを決めた。2019年4月26日、九州新幹線西九州ルートの与党検討委員会において、佐賀県知事山口昭義が、新幹線整備を求めたことはなく、現在も求めていない、これまで関係者間で合意されているのは、 竹温泉長崎間の新線整備と、新都市竹温泉間は、在来線を利用することだったはず、佐賀県の負担ゼロでも建設は認めない、短時間での解決は無理といった内容の発言を行った。しかし与党検討委員会は、同年8月5日、未着工区間について、事業費や時短効果を考慮し、フル規格で整備すべきだととの方針を決定。 与党検討委員会の山本構造委員長が8月6日、佐賀県議会で桃崎、三根神議長と面会し、フル企画での整備が適当とする基本方針を決めたことを伝えた。また8月27日には、与党プロジェクトチームも、検討委員会の示した、フル企画で整備するよう求める方針を確認、関係者の協議を見守った上で、2023年度の 着工を目指すとした。この方針に、佐賀県は強く反発。国や長崎県の働きかけを牽制する状態が、続き、2023年度着工の目安となる、2020年度、環境影響評価着手が難しくなってきたことから、赤羽和義国土交通大臣が調整に乗り出す、事態になり、2019年10月28日には、 山口佐賀県知事と面会。山口知事は、フル企画ありきではなくご案を時間をかけて幅広く、議論すべきとの見解を示し、両者は引き続き、幅広い協議として、話し合いの場を持つことで一致した。一方で、2023年度工事着手を実現させたい国は、先行して、環境影響評価に着手したいとして、2020年6月にはご案。 すべてに対応できる環境影響評価の手続きを実施したいとの異例の提案を行うも佐賀県側がこれを拒否。県の見解として整備は元よりルート、着工時期、開業時期について決まったことや関係者で合意したものは一切ないとの考えを公表し2023年度工事着手は困難になったと考えられている。一方、 佐賀県内でも全線フル規格での整備を求める声がある。フル規格を求める議員有志は2019年6月25日、佐賀市内でシンポジウムを開き、衆議院議員、今村正宏が講演して、知事が懸念する未着工区間の財源負担について説明した。国の試算によると、フル規格で整備した場合、佐賀県の実質負担は、 約450億から660億円とされ、30年償還で考えれば、年間負担は15億から22億円となると述べた。地元の経済効果などを考慮すれば、対応できる額であると主張した。着工から開業までは10年以上かかるとし、早く方向付けをしなければ、結果的に佐賀県が当選帽することになり、県民は、 片身の狭い思いをすると語った。また、整備方式を議論する与党検討委員会のメンバーである衆議院議員、古川康氏は佐賀県の負担を考え、ミニ新幹線がいいと思ったが、フル規格は災害に強い。新しく整備するなら、大雨が降っても使い続けられる方が望ましいと述べ、フル規格化の必要性を訴えた。 自民党佐賀県議団は2020年8月に開いた総会でフリーゲージトレイン開発など在来線の利用を模索しつつフル規格で整備した場合を想定して議論を進めるとする今後の方向性を取りまとめフル規格での整備も容認し得ることを示した2021年5月26日与党 PT は フル企画での整備を前提として、佐賀県の財政負担を軽減し、並行在来線を JR 九州の運営のまま維持すべきとする、方向性で JR 九州などと議論を進めることを確認。一方、同年5月31日に行われた国と佐賀県の幅広い協議の中で、佐賀県から県がフル企画での整備を容認したわけではないとした上で、 フリーゲージトレインやミニ新幹線の可能性を引き続き十分に模索しつつ仮にフル規格での整備を検討する場合にはの算案を国が検証するよう提案が行われた国鉄時代 JR 九州発足後竹温泉諫早間着工後諫早長崎間着工後今後の予定国土交通省鉄道運輸機構 JR 九州佐賀県長崎県新聞記事 ありがとうございます。